そのボールに対しての意識っていうのはそれほどないです。それほどない。ボールをファジーに見ているための条件っていうのはことですよね。井上徹、ゴルフ大学。はい、ありがとうございます。今回はですね、ボールちゃんと見てるのっていうね、非常に基本的なお話をしたいと思います。よくですね、アマチュアゴルファーの方に、プロってボールどう見てるの、ちゃんと見てるのみたいな質問を受けることがあります。まず私の感覚ですね、私がもし一競技者として、自分が感じることを言うと、見てるけれども見ようと努力してない状態という感じですかね。もちろん目をつぶっているわけではないので、ボールはその視界の中に入っています。ただ見ようと努力をしているというわけではないと。じゃあどういうぐらいのレベルなのっていうとですね、まあ高速道路で自分が運転をしていて、まあぼーっと運転してるわけじゃないんだけれども、まあいろいろなところを、まあ周辺を、まあ見てる、周りが見えてるという状態の中に、まあボールがあるという、こんな感じだというふうに感じます。まずある一点を凝視するような見方というのはしていません。でプレイヤーの場合、結構、ね、意識の持っていき方っていうのがめちゃくちゃ大事なんですよ。でスイング指導をするときに、まあ、僕らこう指導者が考えることっていうのは、どこを注意しても選手はそこにかなりの量、意識の量を持っていってしまうため、例えばターゲット意識みたいな、どこに打つとか、あそこに目標に対してボールをどう打つとか、どういう球を打ちたいとか、こういう基本的なイメージも失われかねないというふうに考えています。なので、まあ、理想的なプレイヤーの状態っていうのは、単純にですね、今あるホールと向き合って、今は自分はこういう球を打ちたいというイメージを沸かせて、そこに対してシンプルに構えてスイングする。そうしたらそのボールが出る、まあ、このぐらいの感じが一番こう競技者としては理想的な状態だということを思います。ただし、まあ、例えばですよ、バックスイングに問題があるとか、切り返しに問題があるっていうふうに、まあ、例えばアマチュアゴルファーの方に指摘した場合、意識ってほとんどそこに行くでしょ。でそうなるとなかなかこう目標に対しての意識っていうのは持っていけない。でましてやボールに対しての意識だって持っていけない。であまりですね、一つ言えるのは、このボールに対しての意識っていうのはそれほどないです。それほどない。じゃあどれぐらいないかっていうと、例えば野球のピッチャーがボールを投げるときに、でもちろんこうボール握ってるって感覚はあるし、投げてるって最後リリースしたときにどうだとかって、こういう直接感覚はあるけど、まあ見てないですよね。ボールをこう見ながら動作はしていないですよね。でサッカーの選手がボールが転がってきてゴールって言ったときに、まあボール見えてると思いますけど、凝視はしてないですよね。あそこに向かってやるっていう、こういう意識は、まあどういうふうにするってイメージに対して、まあ、ボールが転がってきてそこにもう来るっていうのがイメージできているので、バン足を振り抜けばイメージしたゴールが打てる、まあ、こんな感じ。今みたいな動作に似てるかな。どっちかっていうと、あそこに打ちたいけどボールはそこに来る、足を振る、別に足を見てるわけじゃん、みたいな、こういう感じによく似てるかもしれないですね。なのでゴルフスイングもですね、スイングしている時に当然ながらボールは視界の中に入っているけれども、よりですね、どういうボールだとか、そういうことに意識がいってるということが自然だと思います。はい。井上徹、ゴルフ大学。チャンネル登録よろしくね。ちょっとまあ一回ですね、普通にですね、打ってみたいと思います。はい。当然目を開けている状態。はい、見えてますけどね。こう見ようと努力してる人のね、典型的なパターンっていうのはね、頭上げらんないんですよね。うちのジュニアスクールでもよく言います。まあボールをまあよく見なさいっていうことを忠実に守るジュニアゴルファー、アマチュアゴルファーの方、こういう感じが多いですね。ボールをよく見なさい、こういう感じね。これはあのいい子すぎます。球をよく見てはいるけれども、ちょっとですね、全体の動作としてはおかしなことになってしまいます。
ゴルフスイングっていうのはですね、まあ、例えばテニスのサーブのようでもあるわけですね。テニスのサーブ打ち抜いた後どこに行ったかって見てますよね。で次の動作に入ってる。でずっとボールがあるうちに頭があるわけがないですよね。このようになってくると当然ながら、動作が制限されてスムースな動作ができないということになってしまいますから、打ち抜いた後は自然に、まあ、飛球線ボールが飛んでいく様をですね追いかけるということが自然です。である程度鍛錬されている、まあ、私のようなゴルファーだと目をつぶってもそれなりにまっすぐ行くんです。これはトッププレイヤーだったりトップジュニアでも全員できます。ちょっとやってみましょう。今これ目つぶって打ちますね。構えて目をつぶってまっすぐ行ったかは定かじゃない。でも一応フェースの面の中にある程度捉えて球はそれなりに飛んでいったということです。当然ながらボールは最初からある程度当たるであろう位置に置かれています。セットアップを組んだ段階で普通に振ればある程度ストレートに持っていけるような自分がイメージしたボールが出るような準備というのはそもそもセットアップの段階では完成されているという前提です。そのためボールをしっかり見ているという意味ってあまりないですよね。もちろんサポートとしてボールを、まあ、見てるわけですけれども、ある程度見えていればあまりボールを凝視しているメリットほとんどないですよね。基本的にはですねボールは、まあ、その辺にあるということを確認しつつ残りの意識を、まあ、目標に対してどういうふうに打っていこうだったり、当然だからスイングを多少注意しているのであればスイング中こういう動きがするというようなイメージにこう持っていく方がいいですね。意識って例えば、何個も何個も考えるってできないわけですよ。で当然注意している点っていうのが多くなればなるほどどんどんそれ以外の要素っていうのは、パーセンテージが低くなっていきます。で当然ボールを見るっていうことに 100% 持ってる人がバックスイングの指摘を受ければゴゾンと8割9割バックスイング方向に持っていかれますから、まあ、そもそもボールを見るって感覚そのものはガンと減ってしまいますよね。ですから、まあ、あまりこうボールを見るというか、ね、そのことにですね集中しているという状態は、まあ、得策ではないしあまり意味がないというふうに思っております。皆さんぜひですねボールに関しては非常にこうファジーな感じで見ていただければと思います。でそれを達成するためには、まあ、連続素振りだったり、まあ、このようなですねまずボールをファジーに見ているための条件っていうのは運動が安定していることですよね。運動が安定していること、そうすることによって自分がどの辺にクラブのヘッドがインパクトで降りてくるのか、どこのゾーンをクラブヘッドが通過するのかっていうイメージが湧くので、そもそもちゃんと見ている必要性もないと。でまた、まだ3球連続打ちとかこういうのやっていっても動きながらボールと目との距離感というのが成長していきます。今のような簡単なドリルを行うことで目とボールとの距離感というのが、まあ、皆さんにも得られてきますので、そうしてくるとですねグッとこうボールを見るというような強い意識を持たない選手になってくると思います。ぜひですね、あまりですねボールを凝視しすぎずに、頭を上げるなということを意識しすぎずにですね練習していただければというふうに思います。ぜひ練習をしてください。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。